いわき芸術文化交流館は、福島県いわき市タイラー三崎にある、コンサートホール、劇場、舞台芸術練習場などからなる、芸術文化交流施設である。愛称は、いわきアリオス。いわき芸術文化交流館アリオスという呼称も、用いられる。施設は、地上6階建ての本館、及び、地上4階建ての別館で構成されている。本館は、大ホール胸、 交流ロビー棟、中劇場棟よりなり、大ホール、中劇場、小劇場などがある。別館には、音楽小ホール、練習室などがある。本館中劇場棟は、旧、平市民会館の跡地に建設され、別館は、旧、岩き市音楽館を改修して転用している。2008年4月8日に、大ホール、小劇場などが第一次オープンし、2009年5月2日に、 中劇場などすべての施設が完成し、グランドオープンした。アリオスという愛称は ART、ライフ、インフォメーション、オアシス、サイトシーングの頭文字から取ったもので、市民の様々なニーズに対応した機能が充実していることを表現している。この事業は、いわき市が民間の資金やノウハウを活用して、施設整備をする PFI 方式を導入。施設の設計、 建設、維持管理を特別事業目的会社、岩木文化交流パートナーズが行う。施設の事業運営は PFI から外し、岩木市が直営で行う。前身の平市民会館時代よりも大ホールの客席数が減らされたことで、全国クラスのコンクールが開催できないと、合唱などの団体から計画の見直しが求められ、当初の計画より座席数を増やすこととなった。 いわきアリオスのエントランスホールは、平中央公園と隣接していて、1階ホールのほか2階デッキからも、直接行くことができる。アリオス2階から、平中央公園を望む、国内最高水準の音響性能を持つ、シューボックス型3層バルコニー形式のホールで、音が客席全体に均一に届くように設計され、ホール全体が楽器のようになり響く。音響反射板は、 可動式なので、音楽、演劇、ダンス、古典芸能など様々なジャンルの上演が可能。舞台形式、プロセニアム形式、音響反射板形式客席数、通常時1705席最大1840席1.2回のみ、使用時1122席、オーケストラピット使用時1516席国内有数の舞台装置を持つ。 可変型二層バルコニー形式のホールで効率よく多様な舞台形式に対応でき、建築と舞台機構が一体となって構成される劇場空間を作る。国内初となる移動式縦型客席ユニットと移動式額縁ユニットを導入し、ホバークラフトの原理を応用し、ユニットの下に高圧の空気を送り込んで浮かせることによって少人数で転換が可能。 演劇やダンス、脳などの古典芸能、コンサートといった様々なステージプランに応じて舞台、客席面の形式を変動できる。舞台形式、発見プロセニアム形式6件プロセニアム、形式ポディウム形式スラスト形式脳舞台形式発見稼働、形式客席数、発見プロセニアム形式687席6件プロセニアム、形式500席。 ポディウム形式565席スラスト形式517席ワンボックス型両袖舞台一層バルコニー形式のホールで舞台、客席面の形状が変えられる演劇、音楽、落語、ダンスなど様々なステージプランを可能にし表現のすべてがダイレクトに客席に伝わる舞台、客席面の客席数は233席 衝撃場の稽古場としても適した広さを有し、バレエ、ダンス、舞踊などのリハーサル、ワークショップや演劇活動にも利用可能。交流ロビーに臨む特徴的な多角形の空間で防音、遮音性に優れ音漏れが気になるバンド練習に適している。遮音性に留意した広いスペースは大ホールの舞台面と同様の面積があり、事前リハーサルなどに利用できる。 天井から自然光が差し込み、開放感のある吹き抜けのロビー空間。カスケードとは、幾筋もの滝という意味で、天井からの光の反射が、壁面にきらめき、いくつもの水筋を作るようなイメージになっている。また、市民に長年親しまれた、旧市民会館のドンチョが、当藩のモニュメントになって設置されている。アリオスの中心に位置するカンティーネ。休憩などに最適。音楽。 演劇などの関連雑誌を閲覧でき、また、コピー、ファックス機などを備えている。などがある、市民活動室。公園に面し、開放的な空間。授乳室や、子供用トイレを備えている。屋上に現れたくつろぎの庭園。天の川をイメージした四季折々の草花が迎えてくれる。公園側に広がる空間。公園を一望でき心地よい風を感じることができる。 固定舞台、音響、照明設備などが設けられ、リサイタルや発表会などに最適なホール。客席数は200席。音楽全般を主に40から50人程度で練習可能な中練習室のほか、少人数用の練習室も備えている。演劇やダンス、古典芸能などで利用できる。ありがとうございます。